とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー3周、やっていきます。コメントでね、いいやつ出たよっていうコメント、いろいろ来てますけども、俺はまだまだ来てませんね。本当に、毎日、5、6周行ってるんだけど、一向に来ません。なんか一つね、いいのが来てくれればテンション上がるんだけどね、どうもまだ俺の番ではなさそうです。俺の番が来てくれればね、いいんだけども、まだそうじゃないっぽいな。今日はどうでしょうかね。今日ぐらいいいんじゃないの。そろそろさ、よし、まあ、とりあえずサクッと倒しちゃいましょう。どうだろうか。狙いは4つです。狙いは4つ。発光するイカの防具、影の衣、バブルバースター、フロストサイス、その4つです。まあ、ただ出てくるだけじゃダメなのよ。出てくることはあるんだけども、エンチャント次第なのよ。では行きましょう。ほんとエンチャントがダメだったらもう全然ダメだからね。ピンクスコーンドレルか。まあ悪くはないんだけども、クールダウンショットも、ロールチャージ、アーティファクトチャージついてない。点でダメだね。谷の小玉は？これも同じく。エンチャントが点でダメですね。テレポート。話にならん。せめてね、エンチャントだけでも、いいやつがあれば、次に期待できるんだけどな。全部いらない。まあ、谷の小玉にして、お供え物にしようか。性能としてはちょっと、使っていけそうにないな。小玉にして、お供え物で、いきます。それでは2周目いきます。2周目がね、多分266が出る。途中でね、落ちちゃったのよ。落ちちゃって、でそしてボスをね1回多く倒してるから、これ間違いないんだろうな。ちょっと異常なやつが出ると思います。ただそれ使えないからな。ここで、なんかめちゃくちゃいいやつが出てきてくれても、逆に困るんだよね。いや、ここではもう出なくていいよ。ここでは出なくて、次ね、3周目回るときに、いいやつが出てきてください。この前なんか朝に、アップデートパッチが一回入ったんで、あれでね、パワーが、めちゃくちゃ上がるっていうバグが修正されてるならいいんだけどね。どうだろうか。なんかされてない気もするんだよな。ほらほら、266。使えないって。まあまあ、とりあえず、お供え物にはちょうど良さそうなやつだね。し、全然良くないやつだったんで。よし、よかった。次、3回目で、いいのが来てくれれば、いいっすね。お供え物にするなら、どっちがいいだろう。ビーハイブが確か、刻印が3つだった気がするんだよな。ビーハイブにしときましょう。それでは、3周目行きましょう。さあ、今日は、いいのが出てきてくれるかな。今週多分ね、一回もいいの出てきてない気がする。今週はね、ダメな週だ。まあ基本的にほとんどダメなんだろうけどね。でもたまには何か、あ、これちょっと使えるかもなっていうようなやつが欲しいね。たまーに、そういうやつが一つは欲しいところ。お願いします。ラスト
何が出る。あー、まあまあミステリーはワンチャンあるよ。ミステリーはある。このテンペストナイフもお供え物としては結構優秀だからね。うん、じゃあ見てみましょうか。ミステリーダメダメだ。ミステリーはね、いやいいと思うんだ。うん、一瞬無敵になるともう一つを、そうね、いろいろ選べるじゃん。 35% 軽減でもいいし、移動速度でもいい。うん、ポーションが 40% 減少するっていうやつでも最高だね。あ、それが一番いいかな。ポーションの 40% 減少と一瞬無敵で、エンチャントで、まあ、クールダウン一つと、ポーションバリア、雷フォーカスとか。ああ、まあ、ミステリーが一番最高なんだろうけども、探すとなると、ちょっと難しいんじゃないかな。うん、まあまあ、最強は多分ミステリーで間違いないよ。はい。まあ、とりあえず、テンペストナイフにして、お供え物にします。はい。ということで、今日も3周やってみました。今日出たやつがこれ。谷の小玉、ビーハイブアーマー、リゾルトテンペストナイフ。まあ、全部、お供え物だね。はい。で、ここら辺がなんかいいのが出たような気がしたんだよな。なんかね、いや、気のせいか、どっかにあったんだけどね。またクールダウン編成の弓が2つぐらい入手できたので、一応取ってます。うん。まあ、欲しい方にあげようかなという感じですね。で、アドベンチャーハブが、今どんぐらいまで行ってる ?44! で、ウィークリーチャレンジも、残り3つ。なので、今週で多分46ぐらいまで行くね。うん。もうちょっとだな。これが欲しいのよ。ドラマチック。これがちょっと欲しいので。まあ来週になるかもしれないけども、入手できそうですね。で、そして50も、もう目前、来週でコンプリートしそうな感じですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。